はい、2021年2月7日ドラクエウォーク、本日はめちゃめちゃ環境破壊なランプの魔人の心比較をしていきたいということで、左ような風に用意しまして、一応私の手持ちの中で、ね、装備と防具、これ揃えれるのがこいつだったんですよ。そんで一応職業レンジャーで合わせまして、こんな感じで両方一緒でございまして、装備一緒です。ツインスワローの無凸を利用しまして、一応防具も一緒、すべて一緒。これ意味ないですよ。黄金の腕輪とハートのペンダーと、ただ3つあったんで、比較対象したかったんで揃えただけです。で、外貨の鎧もそうですね。ワイルドベレー帽数分がこれがあったんで合わせただけで、特に意味はないです。ルームバックラーもというところで、お題がここですね。ランプの魔人と魔王の使いの心を変えてどれぐらい差が出るのか、まあ一回試してで、ね、まあ、答え言うのはやめますけど、多分これ集めたくなると思う。ちょっと環境破壊だね。ほんでね、真珠に関しては一応下が乗らないように、攻撃魔力だからまあ関係ないだろうと。でこっちもドルマ呪文だから関係ないだろうと。でこちらの方も回復魔力で、まあ捨て的にはね、回復魔力プラス20上がりますけど、これも火力には関係ないだろうと。でこっちが魔力の暴走なんで、会心じゃないで関係ないだろうと。それでおまけとしまして、ここがレンジャーが、これがレベルは一緒なんですけど熟練度が違うんですよ。でさらに防具がここら辺がね、同じのが揃えれんかったもんで、ないもんで、無法物のズボンでもね、凸が違うやつばっかだもんで、4凸とで無凸とかだったもんで、まあとりあえずこれなら火力には影響ないだろうということで、こんな感じで揃いました。ワイルドジャケット、外貨、一応まあここら辺名称は違いますけど、火力的には影響ないんで問題ないかな。差はあれですね、4凸だけですね。それで心が、これも一緒です。やっぱり要はこれが4凸のツインスワローで、心がこんな感じですね。魔王を利用して、まあ、どれぐらいになってるか、一応真珠に関してもデイン S 獣 A で、下が乗らないように怪人ダメージだからいいだろうと。まあ獣ね装着してる時点でどこ行くか分かると思いますが、これも魔力の暴走なんでいいだろうということで、でこれが無凸の魔王の使いの方です、ツインスワロー。でこっちが本題のランプの魔人つけた方の無凸ツインスワローです。全員レンジャーなんですけど、これだけ熟練度が7、こっちが5、まあなんで比較対象にはある程度いいかなということで、とりあえず行きましょう。行くとこはあそこですよ。絶対ね、これ最初そんなに期待してなかったです私。数字的に見てね、確かに横の比較してれば強えば強えばなと思ったんですけど、これでここだね、ここ行きましょう。とりあえずどんな感じなのか、多分欲しくなると思いますよ。環境破壊なんだね、ほんとね、新章の心がね。新しい章の心が一番あれなんかな、メガモンとか強敵より、強敵メガモン新章の心なんかな。まあとりあえず見てくださいということで、そのままオートできます。ドン。これが4凸王のシャインスコールです。1300前後ぐらい、だいたい。これが魔王の使いの方のシャインスコール。1000から1100ぐらい。これがランプの魔人つけた無凸のシャインスコール。1100から1200ぐらい。どうです、一発だけですけど、まあこのままやっていきますわ。だいたいね、これ私一回やったんですけどね、体感的に3凸は言い過ぎかな。でも2凸ぐらいの差は出とんじゃないかなーって。これが4凸ですよ。真珠心大一緒で、装備が若干違うとこだけど、まあ獣耐性だけで別に火力には影響ないから、まあ、そこら辺は問題ないかなと。まあある程度の比較対象として2凸以上3凸未満ぐらいの差は多分あるんじゃないか。まあこのままいきますわ。これが魔王の方だね。だいたい1100いくかいかんかぐらい、1000とかぐらいじゃないかな。で後ろのランプの方がだいたいね1100、1200とかぐらいで、4凸の方が1003、1004ぐらいか。開始とか出てますけど、1200とかぐらい。これが1100いくかいかんかぐらいか。やっぱ2凸ぐらいは違うんじゃないかな。だってこれで2番目のレンジャーが4凸のツインスワロー装備しとって、実質それに近いぐらい。届くまでは行ってないけど、まあまあちょっと見えるかなとかだと、2凸3凸ぐらいの価値はあるんじゃないかなとかですね。別に魔王の使いがこれ弱いとか言っとるという、単純にあれですよね、ランプの魔人がデイン補正が効いとるもんで、これだから何、もうどつのツインスワローでやってますけど、このはぐれメタルとか持っとる人とか、けたたましく弾上がってくるんじゃない、数値的に言うと。だってこれ私、耐性防具ばっかで、これデインの強化アップのやつ全くつけてないですがね、獣ばっかで。で、これはぐれメタルとかつけてったら、もっと多分、掛け算的じゃないけど、
ダメージもっと増えていくじゃない、これ十分強いですよ、これつけるだけでも。体力ベボだって増えていくしで、防具とかに関しては魔王の使いだって別に弱くないんだけど、普通にで4突に近い、そうだね、やっぱ2突ぐらいはあれかな、が上がる感じかな。デイに関してですけどね、他に関してはちょっと補正が入らんであかんすけど、いやでもこれインチキだと思うわ、本当に。比較する対象の武器がこれしかなかったんであかんですけど、ツインスワローしかなかったんで、雷神とか王者剣とか、さっき言ったハグレーメタルとか、もっとあれだね、デインの強いところでやっていくと、もっとあれじゃないかな、露骨になるんじゃないかな。ハグレーメタル2本とかであれだけど、もっとあれだね、同じ武器がなかったらあかんすよね。4突2本とかで比較できると、もうちょいあれかな、数字の跳ね上がり方があるんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとこれあかんやつでしょ、素直に。だって両方無突ですよ、ツインスワローですよ、あっちじゃないですよ、ヒートスライサー打つ方じゃないですよ、無突なんですよこれ。4突まではいかんけど、まあ近いぐらいダメージ出とったんじゃないですか。あれだとどう、やっぱ3突は言い過ぎかな、2突ぐらいの感じはあるんじゃないかなと思うんですけどね。一応防具面も影響しないところが、熟練度が2位とかって、もレンジャーだと何、上げてった時になんだ、斬撃耐久の何パーとかないから、火力面にはそこまでは影響ないと思うんですね、4突の方と比較して。5からそうだね、ちょっと待ってくださいよ、こうやって見れんかな、熟練度で見れんか、熟練度確認で。そうだね、6があれだもんね、力3、火力で言うと実質力3だから、そんなに差は多分ないんじゃないですかね。で、熟練度7でもこれ、状態上成功率 3% だから火力面には関係ないから、影縛りの入るかどうなんだろう、ここら辺も全然私わからんで、憶測で言ってますけど、それ考えてもあれじゃないですか、これ。捨て的に言うとこんな感じです。体力が若干あれか、減っとるってとこなんだな。そうなんだな。火力に関しては20ぐらい上がっとる。でもこれ、ランプの魔人、デイン 10% 上がるから、その分考慮するとあれだろうな。あれだもんな、斬撃耐久じゃなくて、デインの属性の方だから、あれだもんね、掛け目が多いから、高いっすよね。守備力に関してはあれか、魔王の使いのもあれなんだ。そうだね、そっちのもあれだね、高いね、50ぐらい高いか。力に関してが、20ぐらい上がっていくか。火力面は上がるってことか。HP そんな変わらんぐらい。でもあの火力見たらちょっとあれだよね。素早さもあれだもんね。30ぐらい上がったんですもんね。いや、恐ろこいよね。で、これとこれか。比較していくと、これが4突の方。これがランプつけた無突の方。そうだね。火力的にはでもこっちの方があれが730のこっちが715。力が6、こっち611の593。そう、でもそうだよね、やっぱ2突分ぐらいあるじゃないですか、多分。一応こんな感じで、とりあえず比較対象この2人にしたんですよ。真珠と心揃えて、装備もこんな感じだから、まあある程度の比較対象にあんで、レベル職業に関しても一緒で、別にこの武器選んだらたまたまこれしか私持ってなかったので、比較できるのがちょうど3本あったんでいいと思って、4突もあるしと思ってやったんですけど、どうすかね、これ。めっちゃ集めたくなるんじゃないですか、これ。コスト面的にただまだまだあれだもんね、これで。キングスライム入れとるでかな。ここ、まあ、普通にこれ多分ランプの魔人持ってくると魔王入れてくんじゃないかな、数字的に言うと。合わんもんで、キングスライムしたんですよ。要は、魔王の使いから多分大体あれですが、変えていくとしたら、まあ、二次枠で使っていくとしたら、デインを、レンジャーじゃないと前提して、いくと魔王の使いから変えていくかなと思って、こんな風にしたんですよ。でも露骨だね、デイン 10% でも効いとるので。だってこれに、まあ近いぐらいだもんね、火力的に言うと。まあ、及ばんとこはありますけど、1.5 突ぐらい、2突ぐらいにはなるんじゃないかな、多分あれのデインだけで見ると。で、こんな感じですので、まあ、とまあそんな感じ。ちょっとこれ環境破壊だな、本当に。とりあえずやってみましたけど、ランプの味。ちょっとこれ多分集めたくなるじゃないですか、これは。だって別にデインじゃなくてもあれだもんな、これ普通に自爆、レンジャー、まあ多分あれだろうね、海賊用っていうの見えてますよね。ランプの魔人が青、水色で、で、メタルが赤だから、使えるんかな、両方。レンジャーもあれだよね。で、全体的に底上げですよね。バトマスにしても、
二次枠に使っていける。で、赤の方のとこで、まあメタルはあれ、大気だから使いにくいとかありますけど、レンジャーなんかあれだよね、大気の武器多いから向いとるよね。ランプのマジメタル入れてめっちゃ強くなるよね。で、海賊も多分あれでしょうね。赤と青が多分、青あれだよね、使えるってなると、二次枠でなんか使えるから、黄色でも使えますし、魔王、ゲリオン、ランプ、それから、バリゲーンとか、コスト的にハマらんか、そこまでいくと。多分。かな、まあ、そこら辺の操作考察についてはまあ別のこととしまして、とりあえずそんな感じでランプの魔人こんな風に比較してみましたけど、結構でも欲しくだったじゃないですか。私これ2回目かな、1回目やった時全然思わなかったんですけど、これあかんばんと思ってやってみたら、これ欲しくなる、すぐ何この動画なんか作りたくなったもんね、やりたくなったもんね。いやそれぐらいですよ本当に。これ環境破壊だね。ただ弱点は私、デインの強い武器がないってこと、これ、はぐれメタル欲しくなるで。まあ、これ、運営さんのあれかな。だから、こうやってずっとあれなんでしょうね、はぐれメタルを。ずっと置きっぱなしにしていったんでしょう。まあ、この200枚で、あとは当たればいいですけどね。まあ、これはなんか別の機械で貯めて、マイレージと合わせてやってきますわ。この、エンジシの方と。メラの方もね、ガルダ大使に1本欲しいもんね。と、まあ、そんな感じで、本日はね、ランプの魔人と魔王の使いということで、一応、まあ、ツインスワールを利用して比較しましたけど、だいたいまあ安く見ても2凸換算ぐらいの差はつくんじゃないかな、デインに関してはと思いました、素直にということで。いやこれ集めたくなりますよ、4個でも10個でも20個でも30個でも、まあそんなに使うことはないですけど、必須だろうねこれはね。まあ今後のね、まあ海賊のね、今後の職業でね、どんな感じの色配置なのか、さらに武器とかそのあたりにも期待、さらにもデインにも期待ということで、それより私にはぐれメタルをくださいということで、はいということで、そんな感じで終わり。